毎度ご視聴ありがとうございます。本日のオープニングアクト、こちらイタチさんにお願いしておりますけれども ね、今朝撮影の準備をしておりますとね、目の前にキジのオスがね出てきたのでね、撮影間に合おうかなと思って見ていたらちょっと間に合わなかったね。近くでこの褐色の移動物体が見えたのでね、あ、メスがいるのかなってね、キジのね思って撮影してみたらこのイタチってやったんですがね、イタチにはねちょっと我が家何回か痛い目に遭っておりましてね、イタチに痛い目に遭った話というタイトルでね動画も上げておりますのでご覧いただきたいと思います。ということでね、今回も相も変わらずね、堤防を歩いてまいりました。秋も深まってまいりましてというほどでもないのかな、まあ、でもこれも9月の後半に入ってきましたのでね、まあ、こういった季節にはねお弁当でも持ってね1日ね、ゆっくりこう探調してみたい、また散歩してみたいというのはね、ことを思うこともありますね。まあ、ただ体力の方がね持つかどうかっていう問題はあるにせよね、まあ、お天気がいいので、まあ、汗もそれほどかかなくなっておりますのでね、本当にまあ単調にせよ散歩にせよね楽しい季節になってまいりました。今日もね、こういったこちら瀬黒石霊ですかね、いろいろレギュラーメンバーね、まあね、このレギュラーメンバーのおかげでね、まあ、こういったことを続けられているということもあるんですよね。まあ、一つのね、まあ、きっかけというか、一つはね、まあ、サプライズ、まあ、この撮影を始めた当初ねカメラを導入して、灰色中皮のオスにね、出会ったりとか、カワセミやね大きな魚を捕らえるのを撮影できたりとかね、まあ、それとかヒクイナに、出会ったりとかしてね、まあ、なんじゃこりゃってね思ったことが、まあ、きっかけ、まあリベンジというかね。でっかいキノコあるよ。もう一度そういった機会に恵まれないかなという期待感も確かにね、こういったことを続けていることの一つの理由ではあるんですがね、まあ、このようにこれカルガモとコガモがいたらなんかカルガモ親子みたいに見えるな、なんかね、まあ、このようにこのレギュラーメンバーね、いつ行っても何かいてくれるっていうメンバーがいてくれるからこそね、まあ、続けて、いけるっていうこともありますよね、まあ、安心感というのかな、まあ、そういったことがありますし、昨日ね、黒大豆の畑にいたこの伸びた木なんですがね、今日はこちら山田錦ですかね、もうこの北播磨、兵庫県の北播磨という地域はね、酒米の王者と言われておりますこの山田錦ね、こちらの作付けがね結構行われている地域でもございますけれどもね、この稲の畑という田んぼですねにこのように、伸びた木がおりましたけれどもね、この伸びた木といいますのはね、何ですかね、この一つのエリアをお気に入りの場所を決めたら結構ねその狭いエリアでね、いることが多いような気がするんですけれどもね、ですから、まあ、一度見かけた場所にね何回か訪れてみますとね、今日もねこのように、前回見かけた場所と同じような場所にねこのようにおりましたけれどもね、スズメだね、まあ、結構伸びた木に似たこのようなスズメとかね、ホオジロなども同じような場所におりますのでね、これは下がスズメとホオジロだわ。同じような場所にいた野鳥たちをね、まあ、ランダムにご紹介していきますけれどもね、ちょっとこう伸びた木との違いなどもねよくご覧いただいて、参考にしていただけるかもしれないですね。
まあ、一見ね、あの体の色などはね遠目で見ると全くこのように同じような色をしておりますしね、どちらかというとこのドビタケの方はお腹の方はちょっとあっさりとしたいうのかな、それほど模様があるわけでもないんですが、こちら、まあ、背中の方から見るとね、まあ、いろんな野鳥と似ておりますし、まあ、こちらはオスじゃないかなと思うんですが、背中のあたりというかな、目の周りあたりはちょっとメスより黒っぽいようなね、気がするんですけど、こちらは何か分かりますか？ということでね、結構よく似た野鳥もねよく似た環境におりますのでね、見慣れた野鳥だなと思ってね見過ごしていると、普段ねあまり見かけないというか、このノビタケのように季節限定のね野鳥を見逃してしまうようなことにもなりますのでね、まあ、思い込まずにね、まあ、撮影してみるというのは一つの野鳥撮影のね、鉄則かなという気がしておりますけれどもね、このねノビタケもう昨日より明らかに、数がね増えておりました。こちらホオジロですね。もう結構ランダムに出てくるからややこしいんですけどね、まあホオジロの場合はねこの顔のあたり、オスの場合はね白っぽいあたりが模様というのはね出てきますので、あこれは河原際だね。河原際は結構集団でいるもんね。河原際なんですけれどもね、河原際はね、まあノビタケのように昆虫を食べるというよりこのような、まあ、種子関係ね、あのひまわりの種であったりとか、タンポポの種であったりとか、西洋カラシナですかね、そういった種を好んでね食べているのをよく見かけますね。まあ、このようにね、何がいるのかなっていうのはねちょっと遠目にはねわからないこともあるのでね、まあ、私の場合はもう片っ端から見かけた野鳥は撮影しているような感じになっております。まあ、モズにしてもね遠目には同じような色をしていますけれども、大きさはね結構モズの場合は大きさが違いますのでね、こちらがノビタケなんですけれどもね、これはね河川敷の方に、おりましたオスですかね。この尾羽の動きがね結構特徴的というかチョキチョキチョキみたいなね開いて閉じてみたいな感じの動きをしているのが面白いですね。まあ、こちらも遠目にはホオジロなんかに似てるかな。もう結構来てるね、結構来てるねって言ってますようにね、今日は結構ねもう明らかに昨日より数が増えているんじゃないかなというのを実感いたしましたね。まあ、こちらカワセミなんですけれどもね、まあ、なんでしょう、こちらの心の準備ができているというのかな、そういったこともあるかもしれないね。そろそろ昨シーズン見かけたノビタケが来るシーズンが来るよという心の準備ができているのでね、そういう、まあ、昨シーズンより早めに見かけているのかもしれないです。子ガモであったりとかね、渡り鳥の姿もそうなんですがね、まあそろそろ来る頃かなという期待感を持ってね歩いておりますので、まあ昨シーズンよりも目ざとくね見つけることができているのかもしれないですね。キセキレイがなんかせわしなくやってるな。そうかと思えばこちらのカワセミもねなんか忙しそうにやってますね。ということでね、今回もま、ノビタケにね結構な数出会うことができたんですけれどもね、このビギナーズラックっていうのがあるような気がしましてね、何ですかね、私も先ほど申しましたようにこのカメラをね導入した当初、まあ、1月ほどの間にね灰色中皮のオスを見かけたりとか、カワセミがね、大きな獲物を捕らえるのを撮影できたりとかしたことがあって、それがまあ続けることのきっかけにもなっているんですがね、こう続ければ続けるほどね、それほどそんなチャンスに恵まれることもないんだなというようなこともね分かってまいりますね。
野球の試合なんかでもね、私が行くと必ず勝つみたいなね、そういったことをおっしゃる方あるんですがね、何回も言ってるとだいたい勝率はね5割に近づくというかな、まあそういったことがありますよね。ですからだん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 長いこと続ければ続けるほどね、幸運に恵まれる確率っていうのは低くなってくるって、まあそういったものなんですよね。まあですからビギナーズラックにねあまりね期待しない方がいいかもしれないと思います。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。